These dogs better stop moving, or else I'm gonna get in trouble.公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらい、ゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組が神室町中に目を光らせているかぎり、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。 2:16 p.m. ここはまさかやっとわかったか。 Oh gosh. 登場会本部。何のマネタオだ。 社長は今。 I haven't seen them use this kind of cutscene in a while. 堂島組の動きを抑えつけるんだ。そのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て。 登場会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。Look at that smug look, dick. 先に降りてくる。 社長のいる場所に案内されるはずだ。 いくらなんでも無茶だ。 社長は賞賛があってここにいるわけだ。 危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。 ビジネスにはリスクがつきものでね。 けど、あんたもうちの社員なら 社長を信じろ。 今度から何かするときは もっと早く教える。 しっかり頼むぜ、桐生君。 So we're entering the Toho clan. Tojo clan. At spine on my back. Got that chilly feeling. Shoot, and I don't have no health stuff. This is not gonna be good. As I should always be prepared. キリュウさん。ご存知でしょうが、東条会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前がキリュウか。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。 Takashi, acting second chairman of the Tojo clan. いえ、俺はここで。ない。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東条会さん神室町での共存です。うちは あの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそ神室町は発展してきた。ただ東条会の大門も恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。
私は登場界の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目大公にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう登場界本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は登場界で稼ぎ頭だとか、本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして登場界の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が登場界の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。登場界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者には敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花、新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、登場界は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。登場界本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。大根、てめえ口の聞き方を知らねえようだな。Oh Lord, things are getting spicy. Oh shoot, who's that? お持ちした手土産が届いたようです。Gift? 入れてやれ。Oh God, I don't like what's going on.I bet that's a lot of cash. Oh my.5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億、これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割も
ニアリーはビリオンで収めさせていただきます。わあ。たかが極道を崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなると、そうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一つ棒を手に入れるには、どうしてもキリュウさんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう、新原さん。あなたには今、私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。 でも、もしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。 金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ。桐生一馬は今から東条会本家の預かりとする。手出しは無用だとな。 Oh my god. 貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生。Oh no. あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しく。一言で言や、一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、 俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。 Oh gosh. Oh no. Bunch of baddies. Oh, this is bad. このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまっても、 けじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば、向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東条会の本丸だぞ。無茶でも何でも、これが極道の流儀なんでな。おだ、橘を頼む。 Oh, please don't tell me I'm gonna do this all by myself. Oh my god, I am. Well, I'm gonna fail.
head to the exits. Oh my god. Rinse and repeat, baby. Oh, shoot. Oh, wow. Womp, womp. Oh, yeah. Looks like Oda and Takabana made that okay. Oop. Well, that works. Oh, there's more. Fighting. Kiryu-san, ご無事でしたか? I am. そっちも大丈夫そうだな。ええ。織田さんがついてますから。いや、あまり。すんなり正面から返してはくれそうにないから。たく、たった3人が相手に全力でかかってきやがって。I mean, like, I'm not against it。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で取り込んできたはずですよ。それは分かってますけど。こういう苦労の知らん。 今までに何度も経験してきたじゃないですか。それにキリュウさんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花。そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の貢献に関わる。よし。それじゃそこの扉から外へ出よう。How about we shut up and just fight some people already? Oh, shoot. Oh,
that work? Oh gosh, here we go. Oh, that's cool. Oh wait, I can't have a sword. I want to use the lantern. Oh, who's shooting at me? Ah, of course. Oh, shoot. I hate you. I hate everything about you. Yay. I feel happy now. Oh, that was pretty sick. All right, guy, get out of the way. Okay. I'm around the big guns. Yeah. There we go. Oh, he's still down. Oh gosh. Oh, cool swords. Oh, that's freaking dope. Oh, come on, baby. Oh wow. Oh shoot. I don't know how that worked. Can I grab the sword though? I guess that's the end of it. You okay? I can't grab the sword. That's cool.
I knew it. Oh dang. Oh my god. Whoa. Oh. That's Oh, okay. Stop acting, bro. Rinse and repeat, baby. Oh, that's everybody. Oh god, swords. Shoots.
Oh my god. There we go. Come on. Finally, the last guy. なんとか生き延びたのか。 ここに長居は無用です。 行きましょう。 Oh, look, he's watching. I have a feeling somebody's watching me, and I got no privacy. Kiryu Kazuma ka. Ano Kazama ga me o kaketa dake no koto wa aru. Are mo itsuka bakeru otoko nano kamo shirenei na. That's a May, though. Kiryu no ken da ga na. Onken ga chacha yurete kiyagatta. Dōjima gumi ya Kiryu Kazuma ni tedashi muyou to na. Soitsu wa Tachibana Udō-san no tekubara desu, oyaji. Renchū mo uchi ni oizumerare chiya onken naki ireru kurai shika arimasen kara ne. Zenbu yosou dekita koki desu. クゼとアワノにはできなかった。俺にはさらにこうする。立花がキリュウをどう動かすかもわかります。なるほど。もうクゼとアワノに遠慮する気はねえってことか、渋沢。殻の一つは俺のこの手で差し出します。おう。 The sunset. いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。 あれだけ極道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、なんだ。はい。なんで俺なんかのために10億も出した。おまけに東条界本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、 それで東条界に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一粒が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か 他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。
あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます、うん、あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らが？おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？ああ。あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。ああ、グレイト。近江連合？奴らも殻の一つも？ええ。その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだって。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア外を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ。ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、俺ら。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ。私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。 Yeah, everything's doing good. I guess I might as well finish some. Kiryu-san, 蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。All right. あんたら、アジア外に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら、陳さんの店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで Kiryu さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目大根が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。I guess it's just me
maybe a while before I'm back in. I should make sure I'm ready before heading out. Thankfully, the. Alright, so basically, I just do some little things to do, so I'll be right back. Alright, guys, I did a side quest. I got all my stuff ready. Spent a lot of money on my abilities, and I'm ready to go. So, no. Oh, shoot. Little Asia, eh? This is something. It was nice. I didn't know. This is actually. I didn't know it was like that. よ、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。 Oh, but he has the bat tattoo. That's bad. No. お待ちしてました、キリさん。 あなたが蒼天堀に行く前に殻の一つ坊の持ち主について、お話ししておこうと思いましてね。ああ、その人物は今うちと協力関係にあるとある組織に匿われています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元。 長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と織田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。 桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら。<笑>そのためにも 無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。うん、分かった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？ その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。Ah, crap.